百事位移，是不是觉得很奇怪？我怎么一开始就使出了这一招呢？因为啊，今天有两位超级大咖的声优来到了我们现场哦，那就是配过第一神拳的木之那一部以及木村打野的声优 ，Kiss 桑欢迎，还有富吉万拉桑欢迎。大家好，我是西洋好兵。哇！不接了，桑。大家好，好好。我是藤原启志。藤原启志，哇！启志，OK 的。不接了，桑，卡哇伊的死。OK， 那现在呢，当然就要好好的替粉丝们来访问一下啦。其实啊，在第一神拳的动画里面啊，哇，主角们总是面对很多强级的挑战。那不知道两位在配音的过程当中，有没有哪一场戏、哪一个拳击赛是你们非常印象深刻的呢？じゃあ、僕は日本タイトルマッチ、仙道武と戦った、一歩が、チャレンジャーとして挑んだ日本タイトルマッチが、とても印象に残ってます。あ、藤原さん。僕はあんま試合しないんで、そうですね。やっぱりマシバと戦った時が、一番かっこいいキャラが見られるんじゃないかと思いますね。はい。哦，原来是这样子哦。哎，那现在呢？其实台湾啊，还有日本正在播出的第一神拳 Rising， 它的收视率也是非常的高的。那相较于第一部跟第二部的第一神拳 Rising 的部分，有没有什么比较特别的地方可以推荐给我们粉丝的呢？青木さんの試合があったり、八木さんのな本性が分かったり、なんかで。今回のシリーズの最後の方では鴨川会長たちの若い頃のエピソードが出てきたり、結構その主人公の周りの人たちのエピソードがどんどん膨らんでくるんですね。だからもっともっとその一本の世界がさらに広がっていく感じがこのシリーズの特徴だと思います。やっぱりみんな強くなってきてるんでね、試合も世界戦とかね、そういうこう戦いが多いので、やっぱりその辺のこのなんか真剣勝負っていうんですかね、ますますそのエキサイティングな試合がいっぱい出てくるので、そこがやっぱ魅力ですかね。那现在呢，相隔五年了之后啊，第一神拳又再度的推出了新章，不知道两位当初接收到这个讯息的时候，心里是什么样的感想呢？最初のシリーズから、もう十何年も経ってるので、その時と同じ声が出せるかどうか、とっても最初は不安でした。ドキドキして、若い声出せるかなって。はい、藤原さん。僕も同じですね。お話はつながってるんですけど、ね、収録は時間が空いてやってるので。木村とかね、一歩とか登場人物はあんまり年取ってないんですけど、僕たちはどんどん年を取っていくので、ポポポポちょっとこう若い声出そうと思ったら、そんなことしなくてもいいですってディレクターに言われて、ちょっと安心しました。哇，原来这都是幕后我们根本都没有发现过的事情哎！哦，现在终于知道了。可是啊，两位其实在我们的动漫界配过非常多的名作品，那当然啦，实力也相当受大家肯定啦。可是你们当初为什么会走上声优这条路呢？僕は演劇をやってたんですけど、舞台に立ってたんですけど、初めて受けた声優のオーディションがこの初めの一歩だったんです。で、この初めの一歩のオーディションを受けて受かったことが僕の声優の本当に第一歩だったんです。藤原さん、僕もですね、舞台とかの仕事をしてたんですけど、ちょっとまあいろんなことをね、こうやってみたいなと思って。いたらこういう声優の仕事もあるよ、ちょっと紹介してもらったので、そこからやるようになったんですけどね。だから最初から声優を目指していたわけではないんですけど、声優の仕事が増えてきたので
つの間にか声優になってました。あのね、キアス君がね、オーディション受かって、うん、で、何最初の瞬間ね、もうすごくね、初めての初々しいの。可愛かった。何を言い出すんですか。なんかさ、ドキドキ緊張しちゃっててね。何すごい可愛い。今のところ堂々として。何すごい可愛かった。何ぶち込んできてる。別に聞かれてないこと言っちゃった。まあでもね、ほらちょっと思い出したもんだから。そうですか。哦，原来是这样子哦，看来啊，两位的感情也是非常的好哦。哎，不过呢，原来因为两位啊都有做过舞台的相关工作，难怪你们的声线会这么的丰富哦，这么多种不同的变化。那不知道未来啊，你们在角色的选择上面会不会有什么还想要再突破的，或者是再挑战的一些类型或者个性呢？僕はあの一歩がとてもいい子なので、嗯。悪い人がやってみたいです。すごいなんか、僕はあのデビューの頃からあの割と悪い人の役ばっかりやってるし、あの最初から割とおじさんの役が多いので、そうですね、高校生とかなんか女の子とかにこういじめられるようなこうなんかいつも泣いてるようなそんなあの弱い感じの高校生の役をやってみたいけど絶対に来ないと思います。はい。あれ。说一半怎么送起红包来了？哎嘿，这红包里头可是藏有玄机的哦！为了回馈给广大的县民朋友们，咱的红包里面装的大礼可是明台子重现元婴加码金哦。どうぞ。でも、僕にはこの技しかないから、テンプシーロールであの人に勝ちたい、倒したい。対策を立てられたならそれを超えるように磨き直して作ります。テンプシーロールの進化版を。 OK。 你们两位是在担心什么啊？明明声音就非常的年轻啊。哇塞，也太厉害了吧。哦，真的好像我在看动画的感觉。哇，接下来又到了。啊，好長い。喋ってますよ。本当思ったよりも。藤原さん。緊張するこれ。緊張する。わ、すげえ喋ってる。ああ。見えないの。全然実は見えてない。これ見ながらじゃまずいでしょ。藤原さんどうぞ。ああ。相手は基本に忠実なオーソドックススタイルだ。青木の予測不能な変則攻撃で相手のペースを崩しリズムを乱せば。しかしな、もし青木がチャンピオンになったら急に態度が変わるのは目に見えてる。俺にとっては毒読んで負けちまえと。はい。本当だ、意外と緊張する。これね、長い。意外と緊張しますよ。哇，其实两位声优啊，看起来非常的风趣幽默，但是在配音的时候，哦，那神情之专注的呢。好，接下来又到了 Kias 桑，这次又抽到什么题目呢？等一下，でも一拜。哎呀，一拜一拜。哦，嗨嗨嗨嗨。Okay, okay.力を貯めるんだ。力を破ると言われて怖くて打てなかった。でも全部出さなきゃ勝てる相手じゃない。打つんだ。そのために力を貯めるんだ。テンプシーロールを打つ力を。はい。うわすごい。すごいですね。血管が切れそうになりますよ。要不要把外套脱掉？哎，要不要注意？注意啊！要不要把外套脱掉了？OK。はい。あ。短い。OK。でも大きい。OK。藤原さん。OK。どうぞ。言うだけなら簡単だぜ。大丈夫だ。わわわわ
そうそう、パーセルスマス。言うだけなら簡単だぜ。なんならてめえがやってみろ。爆発物の中に手を突っ込むようなもんだ。はい。哇，两位也太厉害了吧！我今天真的是太荣幸了。好，那不知道两位当初在配音的时候，哎，你们心情是怎么样？有没有什么感想要跟我们分享一下的呢？僕ね、試合の時とか、そういうちょっと頑張んなきゃいけないセリフの時、ちょっとだけつま先立ちになってるんですよ。お、なんかそれ俺。デビューの時からずっとそうなってるんですけど、でもある癖はね、癖ってあるでしょ。で、一歩ってなんか親指に重心を乗せる、まあボクサーだからするんですけど、なんかね、親指に重心乗せてちょっとつま先立ちで喋ってる時の方が、なんかこういうなんか打つんだとかっていうセリフの時はなんか力がうまく入るような気がする。からいつもちょっとだけつま先立ちになってる。だから僕だけを見るととてもかっこ悪いんですけど。これこのセリフとか試合中とかの緊張してる時のセリフだったりするから、まあ気安くんもそうだけど、結構これだけ言うのは緊張するというか難しいんですけど、僕もね癖があるらしいんですよ。セリフ喋る時、セリフ喋る前にね、なんかこうやってマイクの前でねお尻ピッとこうピッとこうなんか飲むんだよね。後ろで見てる人、後ろで見てる人に言われた。それから緊張しちゃってなんかさ、お尻ピクッと動かせないようにしようと思って意識してたら、言われないようにと思ってたらさ、なんかこうかえってなんか うまく言えないっていうか、ドキドキしちゃって、後ろから見られてる、見られてる、お尻見られてると思ってね、なんかねやりにくくなっちゃった。何そのエピソード。言わなきゃよかった。お尻見られてる、お尻見られてる、お尻見られてる、動いてる動いてるってなんか思われたら嫌じゃない。藤原さんのお尻動いてるなーって。セリフ喋る前に僕ピクって。哦，但今天呢、我们的访谈都是坐着的，没有办法看到普希瓦拉桑他凹凸有致的身材，一直缩一直缩，应该是蛮紧实的、好啦，那今天动漫之旅线当然也不免俗的会要送两位神友礼物啦，来，这就是我们台湾著名的凤梨酥，送给你 Kiyoshi 桑，那当然普希瓦拉桑也有了。ありがとう。ありがとう，谢谢你们今天来接受我们的采访。喜安先生和藤原先生爽朗又风趣的默契，无论是在台前在幕后，都让粉丝们得到相当多的开心和满足。相信木村和伊布这两位鸭川拳馆的前辈后进，今后在剧中也会继续带给大家欢乐才是啊！同学们，干什么？还没起立下课好不好？坐好坐好坐好！更大咖的狠角色还在后